このクリスマス決戦を踏まえて最後に話したいのは俺だ、キサキテッタ。はい。お前をクビにする。本日をもって除名だ。キサキがクビ？嘘だろ。キー君に、キサキの裏切りは一応報告した。でもまさかマイキー君がこう出るとは思わなかった。何言ってんだよマイキー、冗談だろ。こんな場で冗談なんて言わねえよ。キサキがクビなら当然俺も東卍を出る。元メビウス50人、元バルハラ300人が全て抜ける。それでもいいのか？構わねえ。そもそも東卍はでかくなりすぎ。タキミッチたちをけしかけ、大樹を殺させるためにユズハにナイフを渡した。裏で全部キサキが動いてたってこと？まあ、こんなことでキサキを追い出せるとは思ってない。東卍をでかくするため、お前の汚いやり方に今まで目をつむってきた。それも終わりだ。あんたは弱ってた。大樹は東卍を脅かす存在だ。誰が前に出ていいっつったよ。てめえ。キサキ、まさか本気で焦ってる？不良の時代を作るんだろ。これから東卍はでかくなる。誰もがひれ伏す組織になるんだ。あんたには俺が必要なんだよマイキー。お互いが必要なんだ。だから考え直せマイキー。お別れだキサキ。その決めつけが夢を狂わせる。追放された。これで集会は終わりだ。解散。